されているもの、今生まれているもの、私ね、全部のエンターテインメント、もうエロ漫画含めて15回ずつ見てます。15回何を打ち通してるでしょ何を打ち通してるの全部15回ずつ見てる。なんでエロ漫画最後、それで方針になるんですか15回ずつ、うん、だからもう知らないエンターテインメントがないって思ってくれた方が分かりやすい。で、いろんな角度のエンターテインメントを見てるからこそ、まあね、今日は多分お笑い芸人の方のネタ見せってことなんだけど、私にしかできないアドバイス、じゃあしてくださいってね、シーガン頼まれて今日来てるって感じ。なるほど、シーガン頼まれて依頼されて、うん、ニュースタークリエーションだからね。そうです、そうです、お笑い芸人を作るっていうのはあくまで一環なの、ところスターを作りたいわけ。はいはい、ってなったらエンターテインメントの力必要だよねって言ってる、うん、そういうことで、側近勤めている桑田です。桑田一応挨拶で、一応ここに書いてある、じゃあ骨格ストレート、スキャマンダー、片翼のチキン、はいはい、これ片翼ってさ、読める人読めない人いると思うんだけど、振り仮名とかももうつけちゃっていいけどな、登録の時点で。そう、つけて、一応その登録の時点では、まあ、一応つけてはいるというか、だから購買票出るときに振り仮名振ってあるってこと、それ。あ、すみません、そこは。だよね、お客さんがじゃあバトルライブでなんかあるでしょ、そういう。見るときに、なんかじゃあこれ読めないなってなったら、それ、バツも丸もつかねえじゃん。三角ならつくんかな。知らないです。知らないです。三角書く人はあんまりないと思うんですけど、投げかけられてるのか、それは下手によりけりだと思うんですよ。ごめんなさい。まあいいよ、とりあえず見せて、じゃあ。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、僕はどっちにどこにいたらいいんですか。まあ、そうセースリース。やめてください。奥の方も見てます。だカメラを、まあ、意識した場合、どのカメラになるのか、これ。このカメラに向かってやってもらえばいいから、じゃあネタはどこら辺でやったらちょうどいい。誰も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 誰
バテラシーの方に決めていただきたい。じゃあもう目の前でやってもらった方がいいのか。そしたらでも顔とか見えないので、じゃあそこら辺で。あ、でもなんか、なるほど。カメラでも映った方がいいから、はい、この辺でいいかな。はい、はい、何いや、私のせいで一瞬私のなんか周りのなんか空気みたいなのめっちゃ吸ったでしょ。いやいや笑っただけです。ごめんなさい。色黒いね。じゃあここで色黒い。じゃあここでやってもらって、このカメラに映る。はい、うん、はい、こんな感じ。どうも骨格ストレートです。お願いします。いやちょっとインタビューしたい。インタビューどうした。いやちょっとね、インタビューが好きで、もうインタビュー好き、うん、特にね、あの「YOU は何しに?」ってあの、はいはいはい、外国人観光客の人に聞くやつ、はいはいはい、あれがやりたいからさ、ちょっと今日外国人観光客やってもらっていい？おいいっすよ。いい、はい、ごめんね、はい、Excuse me. Yeah. We are Japanese TV. Interview okay? Okay. Thank you. Yeah. You are 何しに西日暮里へ？乗り換えやろ、お前。乗り換え？え、ここ西日暮里だ。はい。あ、乗り換えやろ。あ、乗り換え。じゃあ、なんか You are 何しに日本へとかで聞くから、ああ。そんなもう広い範囲で。広い範囲で。お願いします。あ、わかりました。はい、すみません。Excuse me. Yeah. Japanese TV. Interview okay? Okay. Thank you. Yeah. You are 何しに日暮里へ？だから乗り換えやって、おい。な日本へみたいなイントネーションって無駄やから、なちょっともうやめとけ、本当に。全然向いてない。向いてない。向いてない。でもさ、最後にあれだけいらっしゃる、おすぎとピーコのファッションチェックだけ。おすぎとピーコのファッションチェックすな、もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。うん。ね、引っかかる点が多すぎる。ああ、そうですね。これって、どうだろう、お客さんの前とかで実際にやったりしてる？あ、まあ、何回かやってはいます、ね。たぶん、もう聞いてるお客さんは本当に外国語を聞いてる感覚だと思う。そんなにでしょ。あのね、言ってること正直言っていいもん、はい、厳しく言うよ。あ、もちろん。大げさに言うよ。はい、はい、あの、一つも聞こえなかった。いや、そんなはずはない。そんなこの狭い部屋で、そんなはずはない。この距離全く聞こえない、そもそも。で、その次がわからないとか難しいとかなんて、でもあなたたちも聞こえない。聞こえてなかったです。なんでかっていうと、違和感が先に勝っちゃってるんだよね。違和感？うん。骨格ストレートっていう名前で出てきて、はい。え、骨格っていうのは、要はこの辺だよね。この辺の骨がまっすぐってことだよね。あ、そうですね。え、そんなまっすぐな人がさ、あの、あんなに流暢に英語喋ってる。英語喋ってる。英語じゃないっすね。エクスキューズミーみたいな言ってるよね、でも。あのね、そこね、ごめんね、普通に引っかかるな。普通だったら、ここがまっすぐだから、なんかまず、うわこれ戻さねえと無理かなとか、これちょっと曲げた方が発音しやすいな、うわしやすい、エクスキューズミーみたいなのを言わないで。ここを言わないと引っかかっちゃうんですよ。骨がまっすぐなのに英語喋ってるから、うん、ってことですし、世の中の人、骨まっすぐな人英語喋るって誰も思わない。そんなことも思わないです。それも思わないです。だからまず骨の曲がりをじゃあここで直そうよって、一回曲がりじゃないか、まっすぐなのか、まっすぐだから、まっすぐだから、じゃあこれを一回曲げようよって、このお腹に空気ためる時間を作ろうっていう、そこをちゃんと言わないと分かんないかな。なんか私が変なこと言ってるって思ってるんだったらもうやめた方がいいよ。でも分かった。じゃあまずじゃあそのストライプのねスーツ着てるでしょ。あ、はい、うん、それは何、じゃあ、はい、コースかなって思っちゃう。コース、レースの。いや、多すぎる。思わないよ。それ下から何かしら、その小さいちっちゃいロボットみたいなのを走らせてからだと、そこの違和感なんだよね。どうしよう。うん。いや、入ってこなくない？え、何も走ってないじゃん。今日休みって思ったわ。これっていうか私。いや、そう。ネタが入ってこない。だから今日休みなんだ。あ、寝ようかなと思ったの、正直。走ってた方がよかった。うん、何か走らせよう。今、ちっちゃい機械って世の中にたくさんあるから。いや、まあ、なんか。あるよね。そのままありますね。なんだっけ、こうやってこの前、いじってたじゃん、ちっちゃいの。猫ちっちゃい猫買っ、ね、たもってたよね。あれどこで買ったの？東京アンズ。東京アンズね、うん、そう、東京アンズ買ってるから。桑田が何回あれ？7回。7回だよね。奥の方でしょ。トイレないんだよね、あそこ。だるくない？いや、いいね。どこ置いてる？え、どっか書いてある。うん。
これ何描いてきたのそれ。あ、桑田、その絵描いてきたの見せてあげて、ちゃんと桑田、見せてあげて。はい、顔靴下な、なんすか、怖っ。とりあえず怖っ。足した、足してあげて、足してあげて、見せてあげて、ちゃんと一回それでバーって見せて、桑田の好きな音出しちゃっていいよ。好きな音時間すか。やばい。出しちゃい、出しちゃい、桑田好きな音出しちゃい。リリ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 リどう締めたらそうなるんですか、これ。確かに。ネクタイっていうか、これ桑田の肉だからね。はみ出てる。いや、こういう肉が首から生えてるのよね、桑田ね。今じゃないですよ、お茶飲むの。うん、めちゃくちゃ落としてる。桑田、大丈夫。今日ピンマイクないだけで、ピンマイクある現場もあるから、そこで気をつけよう。本当にそうですね。オッケー。じゃあ、とりあえずちっちゃい機械走らせるっていうのと、どっちが骨格ストレートなの？どっちも？どっちもどっちもです。どっちも、はい、あ、じゃあどっちもとりあえず、背骨にボルト入れようか。何でですか。もう曲げた方が分かりやすいから。で、骨格ストレートカッコボルト入りにしよう。それこそ入ってこない。うんとね、そこの違和感まず解消しようっていう、出てきた時点で決まってるっていうか、だから、うん、だからもう袖の時点でなんかボルトを緩めてるというか、締めてる音をさせた方がいい。ウィーンっていう、ボルトを締める機械ドライバー、はい、電動ドライバーの音をさせてください、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、すいません。じゃあ、終わりですか。終わりですか。一応、はい、49。何の49、何の数字ですか。55点満点。え、高くのか。じゃあ高、55点満点、45点満点。じゃあ高くいいのか。ありがたい、ありがたいです。あとでうち来てください。大気に入られた。だいぶハマった。本当嬉しい。じゃあ次のコンビ。あ、ありがとうございます。これはスッと入ってきましたね。お、ポリズム。うん、まず設定が素晴らしいね。なんか、あ、わかったわかった。なんかそれ